ちは。今日は LOL サプライズコンフェッティポップシリーズ3のウェイブ2フルボックスを開けていきたいと思います。よし、あんまりこのシリーズ3もあまり開けたことがないのですっごく楽しみです。じゃあ早速1個目からいくよ。はい、1個目、こんな感じ。パッケージはこれは去年日本でもタカラトミーさん系で発売されてたよね。さあさあ開けていくよ。よし、あ、まず出てきたよ。はい、ステッカースターパワー、どん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 開けていくよ。次は何かな。ステッカー、もうちょっともうちょっと、はい、わ、なんだこれ、外してみるね。はい、スタートヒア、あ、回していくとサプライズが取り出せるようになってて、紐を引くとパカーンって開くんだね。よし、やってみよう。あ、こんなステッカーも入ってた。じゃあじゃあじゃあ行くよ。まずこれを取って、パカパカパカ、1個目でしょ。ねえ、回すの。そうだね。はい、あ、こっちか。え、なになに、あ、ちゃんと閉めないと。はい、2個目、きついよ。はい、あららら、取れちゃった。もう一回付け直して、このこっち、じゃあさっき取ったかな。はい、結構手が込んでるよね。はい、取れた。3個目で、最後のここには紐が入ってる。で、紐を引くっていうことだよね。じゃあ行くよ。パーティーのクラッカーみたいな感じで飛び出してきたね。で、ここに女の子が、あ、サプライズがもう2個あります。じゃあ開封していきます。まずはラインナップから、ほい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 。これはウェイブ2だから、ナッピングって書いてるのはないんだよね。今回もウルトラレア狙っていこうね。はい、じゃあ早速開けていくよ。誰かな誰かな、1人目、せーの、はい、はぁ、やったー、これユニコーンちゃんじゃん。私この子ずっと欲しかったから、もう嬉しい、ありがとう、来てくれた。見て見て、可愛くない。じゃあちょっと全部先に取り出すから。え、めっちゃ嬉しい、はぁ、嬉しいなー。もうちょっと今回もなんとなくいい予感がします。はい、お洋服、これがボトルかな、ボトル。はいはい、こんな感じです。可愛すぎる、やったー、これ一番お気に入りかも。今回18個フルボックスに入ってるんだけど、この全種類出てくるのが25種類あるの。その中でとりあえずお気に入りゲットできたんで、もうちょっと本当に嬉しいです。やったー、じゃあ次行きます。でも、もう少しだけちょっとお見せしますね。すごい可愛いんだもん。はい、じゃあ次、2個目、お、またもやスターパワー、また同じだけどユニコーンちゃん2個でも全然大丈夫。今回は4個出てきたよ。さあ行きまーす。パン、色が違う。これもう毎回すごい汚れちゃうんだけど、まあよしとしよう。はい、じゃあ切るよ。誰かな誰かな、せーの、はい、あー、クレオパトラちゃん、あれ本当の名前なんだっけ、ちょっと待って。はい、ファラオベイ
ちょっと相当可愛いです。はい、じゃあ次3個目、サンキスト、違うステッカー。よしよしよし、今度は誰かな。せーじゃじゃん、おー、この子は誰だろう。はい、この子は R.I.P. タイドちゃん。このさ、ハートのメガネとかこの色合い可愛いよね。はい、じゃあ次4個目、スターパワー、まただ。今回も3個しかなかった。もしかしてダブルユニコーン。いくよ、開けます。ユニコーンちゃん2人でもいいよ、カモン、せーの、ほい、はー、イエーイ、ふったぐっちゅん。このユニコーンちゃんに関しては、私ちょっと双子ちゃん欲しかったかも。やったね、じゃじゃーん、見事双子ちゃんゲット。でも今気づいたんだけど、私のめいっこちゃんにねだられる可能性がある。私の動画見てるの。考えておきます。じゃあ次5個目、ロケットサイエンス、あお、ごめん。はい、違うステッカーだから違う子だよ。せーの、ほい、はー、この子です。 PhDBB 博士さんだね、かわいい。はい、じゃあ次6個目、キャットウォーク。今度はぶつけないように、いくよ、よし、あ、やっぱりぶつかっちゃった。さあさあ次は誰かな。また新しいね、ステッカーだから安定だよ。せーの、ほい、うー、かわいい。はい、フラワーチャイルドちゃん、スーパーガーリーゲット。かわいすぎる、やったね。じゃあ次7個目、サンキスト。さあさあ、いくよいくよー、せーの、新しい子来てね、ほい、おー、かわいい。この子も見てそばかす。はい、SPFQT。ここにね、ハートが入ってるの。ここにね、ハートが入ってて、1個はね、ちょっと割れてる。これちょっと、欠けてるけど、ハート。かわいい。なかなか好みの子が出てきてます。じゃあ次。8個目。ビューティースリープ。はい、いくよ。誰かな、誰かな。新しいやつだからね。いくよ。せーの、ほい、あー、やったー、待ってた待ってた、この子です。この子リルシスターもペットも持ってるはず。はい、スリーピーボーンズ、かわいいよ。見てこのウサちゃんの靴とかアイマスクとか、見てちっちゃいハートここにある、かわいい。やったねー。じゃあ次9個目、うわ、スターパワーだー。今回なんと1,2,3個だから、でスターパワーでしょ。私もう一回ユニコーンちゃん行くと思うの。でもなぜだか嬉しい。行くよ、今度は当たらないように。あ、ちょっと待って、はい、よし、まさかのユニコーンちゃん行っちゃう。三つ子三つ子、行くよ、せーの、ほい、あー、三つ子でーす。こんなことある。はい、みつこちゃーん。次、10個目、ロックザビート。おっとおっとおっと、ついに出てきました。やったやった、たんだけど、これロッククラブでロックザビートじゃん、デレアでしょ、パンクボーイじゃないのよ。ちょっと楽しみだね。よしよしよし、いくよ、パンクボーイ狙い。はっ、ほら、ちょっとブルーの出てきたし、なんか男の子っぽいよ、絶対。多分。行くよ。行きます。パンクボーイ出てこい。せーの。ほい。イェーイ。やっぱりねー。ウルトラレアーイ。やったー。ちょっと髪の色もブルーだもんだって。ね。はい。まず1個目。ウルトラレア抑えましたよ。あ、ここに絆創膏がついてて、トラブルって書いてある。トラブル。トラブルメーカーだなー。よーし。じゃあ次。11個目。キャットウォーク。これきっとフラワーチャイルドだな。今回はちょっとお洋服で判断させてもらいます。
喋らなければいいんだけど、やっぱりね、ほらほら、はい、かぶりました。可愛いけどね。じゃあ次、12個目、サンキスト。さっきもこのパターンもうすでにあるんだよね。ダメ、これだけちょっと開けて判断してみようかな。ちょっと弱気です。あ、ボトルかね、かぶったね。もうこの子だね、間違いないね。はい、じゃあ次、13個目、次こそお願い、パンピングアイロン。今回は完全に新しい子だよ。いくよ、誰かな誰かな、さあ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 、3、2、1、ほーい、おー、かわいい、やった。はい、この子はショートストップ、かわいい、ハート。この子はね、なんかね、カラチェン感満々だね。後からカラーチェンジもやっていくから。14個目、うわ、スターパワー、またもやユニコーンちゃんの可能性が高い。1個入ってなくってね、1個2個、3個でしょ。だってファラオベイブの時4個だったもん。まさかの四つ子ちゃん？これなんだろう？服だ。いくよ。いきます。せーの。ほい。四つ子ちゃん誕生。ユニコーンちゃんが4人揃ってるとこ見たいので開けます。はーん。言えばこれ、なんかね、見てみて、ここ。指輪のシールみたいなんだよね。で、上のフィルムを剥がして、多分ここもうペタペタしてるから、例えばここにつけてお水をつけるのかな。はい、ちょっとお水つけてきたから、このままちょっと待ってみるね。その間にさ、4人目のユニコーンちゃんカモーン。はーい、お、そうこうしてるうちにペロン、ほら見て、かわいい。ちょっとしたなんかこうシールのタトゥーみたいな、こんな感じであのステッカー遊べるからね、みんな。うわ、4個目にして今気づいた、おしゃぶりがある。ゴミ箱を探さなければ。大変なことになっております。これを一つずつ回収してチェックして、おしゃぶり3個探さなきゃ。大変。なんと四つ子ちゃん。でもね、まだ探せてないから、撮影終わったらもう絶対にゴミ袋の中から探してみせる。じゃあ次、15個目、パンピングアイロン。さっきと同じ、なんかさ、かぶっちゃうかな。さっきのこのベースボールの子かな。なんだろうこれ、あ、違う気がする。なんかブレスレット、靴、うん、違う。どんどん開けていこう。よし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 、新しい子だと思うよ。よし、誰かな誰かな、せーの、3、2、1、ウェルカム。はい、この子はスパイクちゃんね。もしかしてこれさ、みんなバブちゃん、おしゃぶりあるはずなのかな。こりゃ大変だ、ゴミを漁らなきゃ。よし、とりあえず新しい子が出ました。これめっちゃ可愛い。じゃあ次、16個目、パンピングアイロン、まただよ。今回もまたちょっとだけ開けてみる。アクセサリーで判断するよ。おっと、ちょっとちっちゃすぎるから、うん、これ好きかな。あ、ボトル、まあいいや、ちょっと開けます。かぶんないで、かぶっちゃった、ほら。はい、次行きます。はい、じゃあもうラスト2個になりました。はい、じゃあ17個目、まただよ。さすがに5人目、もうここまで来たらユニコーンちゃん5人、5人狙いだね。これボトル、そう、もう、オッケー。じゃあもうボトル開ける。せーの、トイ、あ、え、ユニコーン。嘘でしょ。こうなったらもう5人揃える。
ますよ。絶対ユニコーンちゃんだから見ててよ。わ、見て、足見るでしょ。せーの、トーイ。五つ子ちゃん。はい、皆さんどうぞ。五つ子ちゃん、ここまで来ると奇跡だね。はい、次行きます。最後の一個です。誰か新しい子お願い。何のステッカーかな。いくよ、新しいステッカー。ポイッ。嘘、スターパワーだよ。もしユニコーンだったら、じゃあ最後の一個は一緒に開けていこう。これちょっと冗談でしょ。またユニコーンちゃんだと思う。みんな、ちょっと私も自信がありません。でももうある意味ユニコーンの奇跡だね今回は。ちょっとちょっと、いくよ。はい、これ開けちゃう。このユニコーンちゃんかファラオベイブかどっちかなんだよね。はい、もうこれ開けちゃいます。ファラオベイブだ。最後はこの子もおしゃぶりついてる。私探さないと。全部みんなおしゃぶり、私捨てちゃった。みんなも気をつけてね。ちっちゃいパーツ見逃しちゃうことがあるからさ。そうだね、最後はこの子ファラオベイブかぶっちゃったのでちょっと開けないです。今回はかなりかぶっちゃいましたね。今回はなんとユニコーンちゃん5人、ユニコーンの奇跡です。それではそれでは早速ユニコーンちゃんからいきます。わあ、すごいすごい。見て見て、わお。もしかして髪の毛も、髪の毛もじゃない。髪の毛もだ。ほら、比較するとこんな感じ。もう一回、ほら、わーお、髪の毛まで変わるんだね。あと眉毛も面白い。じゃあ次はこの子。あれ、お湯かな。お湯かも。じゃあお湯に入れてみるよ。変わっ、あれー、髪の毛かな。違う、こっち髪の毛。変わりません。じゃあ次はこの子。ウルトラレアって結構お湯だったりするから、いきなりいくよ。髪の毛じゃない。いくよ、ほい。うおー、わお、見て、真っピンク。いやー、ちょっと体は変わんないみたい。すごいよ。いくよ、ブリーン、ピンク、ブルー。すごいね。はっ、もう一瞬で色が変わります。面白い。はい、大成功。次はこの子。この子も頭っぽいな。うーん、お湯なんかうまく色が変わらない。でね、お湯でもないんだよね。残念ながら変わりません。次はこの子。よし、いくよ。うわっ、ちょっとフラワーベイビー、なんだっけ名前。フラワーチャイルド。髪の毛も、うわっ、すごい可愛すぎるこれ。髪の毛ももうちょっと変えるよ。はい、こんな感じ。あ、めっちゃ可愛い。カラチェンで一番可愛いかも。はーい、じゃあ次行きます。今度はこの子。お水かな。いくよー。ほっ、変わった。真っ赤になった。もともと赤かったよね。
角、こっちに入れてみる？あ、そっかそっか、こういう感じだったのが、あ、ちょっと待って、お湯だ。ちょっと、ほら、わ、すごい綺麗な栗色の髪の毛。戻すよ。真っ黒。え、どっちがオリジナルかわかんない。これか、これがオリジナルのスタイルでしょ、黒髪で。ね、お湯に入れると、ほら、茶色。これもすごい面白いね。見て、ドドドド。ポッ。真っ黒。茶色。真っ黒。茶色。ねえ、面白い。大成功。次。最後は、ファラオだよ。じゃあ、こっちに入れてみようかな。うん、変わってない。お湯かな？いくよ。変わってないぞ。なんか変わるはずなのに、カラチェンしないときもあるよね。してないよね。あ、残念。これはカラチェンしない。残念ながら最後、カラチェンしませんでした。はい、これで全てのカラチェンが終了いたしました。今日はたくさん被ったんだけど、まさかのユニコーンちゃん5個っていうスーパースーパーレアな結果が出ました。すごいよ、もうミラクルだよね。ミラクル、おめでとう。うん、こんな楽しみ方もあるんだなって今回はちょっと感慨深かったです。最後のご挨拶は五つ子ちゃんにお願いします。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。なんと五つ子ちゃん5人出ちゃいました。こんなスーパーレアなことがあるなんて私たちも信じられないです。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんな元気でね。じゃあねー、バイ。